こんばんは、和也です。いや、僕なんかね、カメラ買うのが趣味ですから、つい新商品が出ると気になって、まあ、当然情報なんか見るわけですよね。まあ、その中でソニーがまた新しいカメラを出してきましたね。それが FX3 ですよ。ミラーレス市場において、やっぱこのソニーって抜きん出てますよね。まあ、去年ですか？キャノンなんかも R5 とか R6 とかそういうのを投入してきましたけれども、まだレンズ内ラインナップからするともうソニーが圧倒的に優位ですし、まあ、本体、まあ、カメラ本体も、まあ、ソニーが一歩、二歩ぐらい先に行ってんのかなと。まあ、そんな感じですよ。最近でも α1 とかね、いうものも発表していますし、それも3月発売で、もうあれなんか究極のハイブリッド機ですよね。高画素だし、まあ、動画もかなりいけるしっていう。で、まあ、高感度にも、まあ、ある程度強いと。ちょっと値段がかなりしますから、僕としてはちょっとあそこまで行く必要はないなというふうに思ってるんですけども、まあ、この FX3 に関しては、これ動画撮る人からすると、すごくいいカメラなんじゃないですか。昨年 α7S3 というものが発売しまして、まあ僕もそのメインのチャンネルではそれ使ってるんですけども、なんかその α7S3 をさらに動画向きにした、ような感覚なのがこの FX3 ですよ。今日発表されて、3月12日ですかに発売で、希望小売価格は45万9000円プラス税、まあ、50万円コースですね。本体のデザインを見ると、これリグとかをつけなくても、まあ、そこそこ拡張性のある、運用ができるんじゃないかなというのもありますし、これ何気にですね、この XLR 2本させる、その、まあ、入力端子というか、なんつったらいいんでしょうね。この XLR ハンドルユニット、ついてるんですね。ついてるから、まあ、それくらいの値段って考えると、まあ、妥当といえば妥当なのかもしれない。で、α7S3 にこういうユニットつけようと思ったら別売りじゃないですか。しかもあれ5、6万とかしますよね。そう考えるとどっちもどっちかなと思ったわけですよ。だって α7S3 も結構な金額するじゃないですか。と思って、価格コム見るとですね、なんか今最安値36万9680円になってるんですね。結構これ最安で考えると値段、落ちましたよね。僕はもう最初に予約して買ったので、まあほぼ最初の金額、もう40万ぐらいですかね。で買ったわけですけども。なんかそれ考えると、ちょっともうちょっと待って買えばよかったかなっていう気もしています。正直な話、α7S って僕写真全く撮ってないんですよ。まああくまでも動画専用として運用してるので、じゃあそう考えるとその EVF とかいらないわけじゃないですか。だからそういうのを排除して、まあ、よりシンプルに動画専用となったこの FX3 っていうのは、これ今もしなんか買う選択肢があったら、これこっち行ってたなと僕は思いますね。もしくはですよ、もうワンチャンですね、α7S3 を売って、こっちに乗り換えるかですね。まあ、約半年ぐらいですか、発売してから。半年ぐらい経ってるので、それをま、使ったと考えて、というか今いくら、中古で売ったらいくらぐらいになるんでしょうね。今マップカメラのサイト見てるんですけど、いくらだろう。あ、でも28万円か。28万円ね。まあ、28万で買い取ってもらって、でま、ちょっとこうパーセンテージ、ポイントに変えると多分 10% アップとか、10% プラスなんかクーポンみたいなの持ってると、さらに 3% とかになるんで、まあ、実際もうちょっとこう、まあ、30万円ぐらいになると。思うんですけども、それ考えると乗り換えもまあワンチャンありかなっていう気がしますね。 FX3 の方は重量が電池メモリーカード含めて 715g、でさらにハンドル含めると、まあ、1キロになっちゃうので、まあ 7S3 に比べるとちょっとこう重くなったなっていう感じはあるんですけども、いやでもそう考えるとじゃあ S3 でいいのか。まあだって別に何の不満もないし、そうだ、それに気づいてしまったわ。だって何の不満もないのにカメラを買う必要があるのかっていう、でもこれは買うのが趣味の人にとっては気づいてはいけない観点なんですよね。まあそんなわけでね、ちょっと一瞬今喋りながら乗り換えもいいかなと思ってましたけど、まあ僕はこれね、買わずにスルーしようかなと思いますよ。で、アルファ1ですか？アルファ1もう、まあ、スルーしたいなと思います。だって僕にはα7S3、さらに α7C もありますからね。まあ、なんなら今日撮ってるこの ZV-1 なんかもありますから、まあ、特に必要ないかなと。そんな感じです。まあ、どっちかといえば、今気になってるのは、あっちですよ。Xperia Pro ね。最近僕も Apple 信者を下脱しつつありますから、まあ、ちょっとこう、Android のね、スマホなんかも使ってみようかなと思ってるわけですよ。何気に Android のスマホって使ったことないんですよね。まあ、だから、スマホ、でもあれスマホとして考えていいのかな。まあ、とりあえずその、Xperia Pro で、まあ、外部ね、その映像をご出力したりとか、まあ、そういうことも楽しめそうですし、
ただあれも高いんですよね。まあ、結局何をやりたいかによって違うんですけども、こう考えてるのがすごい楽しいっていうね。はい、そんなところで、もう前振りとかじゃなくて、僕は買いませんから、FX3 は。あと、アルファ1も買いませんから。と言いつつ、まあ、買うっていうのが定番なんですけども、いや、これはね、本当に、おおむねないと思いますよ。はい、というところ、あ、なんかポーちゃん泣いてるかな？最後の最後に出てきましたね。ポーちゃん。あ、ゴンズって。痛くないのかい。ゴロニアンして。かわいいね、ポコちゃん。はい、またね。